エラと、オットゲオルク、1912年、エリーザベト・フランツスカ・マリー・カロリーネ・イグナティア・フォン、エスター・ライヒト・トスカーナは、オーストリア提出の分家、ハプスブルクト・トスカーナ家出身の大工女。オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の外孫にあたる。フランツ・ザルバトール大公と、その妻で、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の末娘、マリー・バレリー大工女の間の第一子。 長女として生まれた。先例名は母方の祖母である皇后エリーザベト・イン・バイエルンにちなんでいる。家族からはエラの愛称で呼ばれた。幼少期は後に教育学者、発達心理学者として著名になるエルザ・ケーラーが養育係となった。1903年以降、弟、フランツ・カールと一緒にウィーンの書店中等教育学校に 特別抗議生として通学している。祖父フランツ・ヨーゼフ一世は一時期、将来の皇位継承者である、カール大公に突がせようと考えていた。皇位が、かなりの冒険相続になってしまうことを補おうとする、ものであったが、血縁関係が近すぎることを不安視する、カール大公の母マリア・ヨーゼファ大公妃の、反対によって破断になった。1911年に、 ウィーン宮廷車公開のデビュータントとなった。翌1912年4月8日に、ゲオルク・フォンバルトブルク・ツー・ツァイル・ウント・ホーエニエムス、伯爵と婚約した。二人の婚礼は、同年9月19日に、ニーダー・バルゼーにおいて行われた。夫は、バルツァイル・ホーエニエムス伯爵家の次男で、1930年に、家督を相続した。結婚後は、 本家の所有するシュバーベン地方のジルゲンシュタイン城に住みアマチュア画家として活動した。1930年、廃炎のために38歳で死去。意外はヘルガーツ郊外マリアタンに葬られた。夫は翌1931年にエラの8歳年下の妹ゲルトルートを5歳に迎えた。エラはしばしば美人の誉れ高い祖母。 エリーザベと皇后の孫娘たちの中で、最も美しいと言われていた。夫との間に一男三女、計四人の子女を設けた。ドロシウム、FRHSTCKYCCS、ケイザーハウス、アウクトシオンイムウィーンドロシウムハットギムネスリアル、クロニック、イン、ジャレズブリクトシャッテンギムネジアムウィーン、ヤーガン1904。 S44 ベ弁。A ビグリセールイコールペカール P60。オースデム。アレルホックステンカジルホーズ。イン。スポーツサロン。ナンバー。5。1911。28。ジャナー19。1911。S2。ミッテレスシュッツ。テイジャセントレージフュア八エープリル。1912。クロニクネット。ビシン。デハット。テイジャスペリクト。トドスフォール。イン。ライヒスポスト。 ナンバー29、29,1930、30、ジャナー1930、S6 ミッテ、エリザベート・フランツィスカ、イン、ブリジット・ハーマン、ダイハプスバーガー、アイン・バイオグラファイ・シーズ、レクシコン、ドリッテ、コリジルテ・アウフラーゲ、パイパー、ウィーン1988、ISBN3 から492031633、49 S96、エラの父のいとこにあたるトスカーナ対抗家課長、ペーター・フェルディナントの次男。ウィキメディアコモンズには、エリーザベト・フランチスカ・フォン・エスター・ライヒト・スカーナに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。